お疲れ様でした。お疲れ様でした。放送直後のキャスタートーク、今週もよろしくお願いします。お願いします。さあ、今週のニュースエブリーなんですが、はい、小牧さん、涼を求めてお天気コーナー中継がありましたね。ありました。緊張しました。久々だったので。あ、そう、久々っていうことと、今回内田さんが最初にこういうのやろうよっていう提案があったじゃないですか。企画発案者、はいはい、そして内田さんが下見に行ったじゃないですか、はい、中継の下見行きました。とても気合が入ってました。それが一番怖かったです、私は。なんてこと言うの。だってそうじゃないですか。やっぱりそのなんかちょっと今までにない中継をやりたいというか、はい、しっかりこの綺麗な美しい滝をこう見てみたいなと思ったので、はい、自ら下見に行くという気合いの入れようでした。ありがとうございました。いやいや、どうでした、いろんな滝やりましたね。いや、私、うん、滝をまじまじと見たこともないですし、うん、なんかこんなに滝って違うんだなって改めて本当に思いました。そうですね、一口に滝って言ってもあんなにいろんな表情があるとは私も思わなかったです。実際行ってみたいなって本当に思いました、ね、県内各地いろんな、ね、滝があるんだなっていうのを知ることができましたね、はい、で、緊張した。緊張しましたけど、うん、最後はこう楽しかったです。どうやってその緊張感をこう乗り切ったんですか、本番で。本番ですか、うん、もう最後はもう、なんていうの、もうやるしかないみたいな、そういう気持ちでスイッチが入るんですか。そうですね、やるしかないっていう気持ちと、あと画面に出てるのは私だけだったりしても、他にたくさん周りにスタッフとか、うん、スタジオには内田さんとか佐野ちゃんもいるので、うん、まあ、あとはなんとかなるかなっていうその気持ちです。なるほどね。いや、こういう仕事をしてると、あの視聴者の方からどうやったら緊張しなくなりますかとか、そういう質問を受けることがちょこちょこあるんですけど、はい、どうですか。いや、私まだそんなに小牧さんみたいにどしっとなんとかなるやんってどしっと構えられないんですね。まあでも、その普段の自分が出る、うん、まあ、ある意味怖い場所でもあるなと思うので、普段からこう、まあ、言葉遣いはもちろんアクセント、私関西人なのでアクセント、ここでってここでって言ってしまうので、うん、ここでとか、特に内田さんにお話するときは緊張しますよ。ねえ、やっぱりあの、なんだろうな、まあ、でもだいぶ変わってきたよね、はい、本当入社当時は訛りがすごくて、醤油がとか、お醤油、お醤油がって、そうですと、うん、お醤油じゃないのみたいな、お醤油がってびっくりしたんだよね、その訛りに。まあ、でもそれ本当もうね、だいぶ矯正できてきたよね。もう普段の本当に自分が出ても大丈夫なようにということで、アクセント、日本語の使い方、いろいろ日頃から意識して緊張しないようにしています。そうですか。はい。内田さんはどうなんですか。緊張はね、未だにするんですよ。するんですけど、やっぱりこう6時15分に向けてこうだん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 こう集中していくというか、スイッチを入れていくね、スイッチを入れていって。はい、誰かに言われたな、スタッフの方に、なんかこうスイッチ入る瞬間ありますよねみたいな。なんか直前までバーってこう喋ってたりするじゃないですか、はい、でもその6時14分30何秒なのか分かんないですけど、うん、そこでなんかスイッチが入るみたい。もう7年半やってるんで、夕方を、ね、だんだんそうなっていくと思います、皆さんも。で、この前あのちょっと話変わるんですけど、あの鹿児島大学でマスコミ論という授業を、はい、やらせてもらったんですよ。講師をさせてもらって、で普段そのテレビの仕事ってこういう仕事なんだよっていう、そういう授業をさせてもらったんですけど、はい、その中にアナウンサー志望の学生さんが一人いて、はい、いやー、なかなかその自分の思ったことを伝えられるように なかなかならないと、どうやったら自分の思ってることをうまく伝えられますかねみたいな、そういう質問を受けたんですけど、難しいよね。内田さんでもそう思いますか。いやー、それは難しいよね。まあ、でもいろいろ伝えたいことがたくさんある中で、一番伝えたいことは何なのかっていうのをまずやっぱり考えなければいけないし、そのことから伝えた方がいいよというふうにはお伝えしたんですけどね、うん、私も教えてほしいです。なんでよ、どうやったらこう。いや、私も教えてほしい。なんでよ。どんな放送局だよここは。まあでもね、大事なことから伝えよう伝えようってよく言うよね、はい、もう常日頃から何が伝えたいんだ、何を佐野は伝えたいんだと、もういつも言われているんです。もうこんなに熱く伝えたいことを考えてるキャスターっているのかっていうぐらい本当に熱く考えてらっしゃるんです。じゃあ今日のキャスタートークで一番伝えたいこと何ですか。今日のキャスタートークで伝えたいこと、うん、生放送って難しい。
そうだよね、伝えるのって難しいってことだね。伝える、そうですね、要は伝えるって難しいってことを伝えたいです。なるほどなるほど、はい、これからも一生懸命伝えますということを私はお伝えしたいと思います。はい、はい、ニューセベリー鹿児島放送直後のキャスタートーク、今週もご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。1週間お疲れ様でした。